第62代の山梨県知事に就任した長崎幸太郎さん人口の減少や経済の活性化といった今直面する課題さらにリニアや厨房弾道東京オリンピックを控えるこれからの未来について知事としてどのようなビジョンを描いているのか 日本の未来を切り開く地、山梨づくりに向けた考えを伺います。皆さん、こんにちは。こんにちは。春分の日ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。あの、とりわけ、今年はその春の訪れが早いなという、はい。そうでしたよね。思いますよね。はいはい まあそのような中、新年度のスタートに向けまして心を躍らせているという方も多いのではないでしょうか、はい、そのような中、山梨県政も新たなスタートを切っておりますそこで今回は県政特別番組といたしまして先月の17日に山梨県知事に就任されました長崎幸太郎知事の経歴やまたお人柄を紹介していくとと,ともに県政運営の基本的なお考えについて伺ってまいります、はい スタジオには、第62代山梨県知事に就任されました。長崎幸太郎県知事にお越しいただいております。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では、早速、お話を伺っていきたいんですが、まず、知事に就任されてから1ヶ月が経ったというわけなんですが、改めて、今日まで、この振り返って、いかがでしたでしょうか。はい、さっきの知事選挙において、多くの皆様にご支援をいただいたことに、日々感謝をしております。 知事に就任させていただいてからあまり日を置かないうちに2月議会が始まって答弁する側で議会に臨むのは初めての経験でもありましたしそういう意味で大変緊張が続く毎日でしたこれまでその気づかなかったようなこととか県政を総ざらいする中でより深い理解の出発点になったかなと思います。実際にに県行政のトップに やっぱりこう立場とかこう見えるものってねやはり違うというものは実感されました360度、えー、県政を見ないといけないわけですので自分が最後の判断賢者になるわけですのでもう1段もう2段さまざまなものをこう深掘りしないといけないなという思いは痛感します。 長崎知事、の今年早々にその知事選挙が行われたということなんですがあの選挙期間中です、ね、県内を巡る中でどのようなことを山梨県はです、ねそのまあ、リニアですとか中房弾道、えー、はじ、ま、め、あ、さまざまなその将来に向けての発展の可能性があるにもかかわらず、えーまあ、それがちょっと十分生かされてないんじゃないかと。 でなおかつ、えーま、おそらく山梨県の皆さんほどこう一生懸命頑張ってる人はいないんだとでその県民の皆様の努力と,努力とか頑張りとその山梨県の可能性が結びつけば本来もっと伸びるはずなんだけれどもそれが伸びてないっていうことに対するこう問題意識というかこれはやっぱりなんとかせんといかんと。 まあ選挙区間各地巡っていろんな方と対話をする中でもで、よりそういう思いが強くなりましたでは、長崎知事はどんな方なのか。 経歴や人柄知事の横顔をご紹介していきますこちらにですね、知事の経歴をまとめてみましたご覧ください、はいえー、長崎知事現在50歳でいらっしゃいます、えー、大学を卒業されまして大蔵省現在の財務省に入られてまあ、官僚を経てそして衆議院議員を3期務められてそして現在ということなんですが、えー、長崎知事改めてその政治家になろうと、はい、政治家を志したきっかけは何だったんでしょうか、はい 私の実家は東京の下町で、えーまあちあのー、父と母で営むあの小さな布地の卸売業をやっていたんですけれどもまああのー、もちろん、えー、決して豊かではない、えー、あの家庭だったわけです。でまあそんな中で、えー、おそらく小学生ぐらいの時だったと思いますがレストランに行ってですね、まあ、多分いいレストランだったと思うんですけれども。 父親と一緒に行ってなんとなく父が肩身の狭そうなそぶりをされあのしてるわけなんです。でまあ、どうしたのって聞いたらいやいやここは裕福なあの皆さんが来るところで本来だったらあの自分たちが来るような場所じゃないよっていう話をあの、まあ、父がしたのは強烈な印象に残っていて、まあ、私の父は。あの まあそういうその決して大きな死後ビジネスではないですけれどもただ一生懸命働いていたのは子どもにもこうよく見えたところでその一生懸命あの働いてる人が何でそんな肩身の狭い思いすんのとこれはお,おかしくないかいと思ったのがあの出発点でやはりそういうものを正していくのはあの政治であってであるが故にその政治に携わりたいと。 思っったたのがきっかけになりました政治はみんななななののものでなければならない誰か特定の人のものであったりとかそうではなくてみんなに役に立つもので,であるべきだと多くの人にそのチャンスをもたらすものでなければならないこれが先ほども申し上げましたが私の政治信条でありテーマであります。 長崎知事をこう突き動かしていくその好きな言葉というのを挙げるとしたら何でしょう、はいえー、これはあの「不釈神明、えー」と言いまして、えー、自分の身ですとか命を惜しまない、えー、というあの4文字ですけれどもあの小説なんかではこう高杉晋作がこの言葉をよく使っていて、えーまあ、彼の行動の原理でもあったというふうに伺っています。 知事のお人柄もちょっと伺いたいなと思うんですけれども、はい、趣味は何でしょう趣味は最近あんまりあの時間がなくていろいろできないんですけれどもそんな中でやってるのが、えー、子どもの朝ごはん作りとあとアイロンかけ。アイロンかけは多分あのこの,あの、まあ、山梨県だけじゃなくておそらく日本中の政治関係者の中では多分あの最もうまいブルーの。<laughs> 一人だと思います私はそうす自信がありますプロフェッショナルですね、そ,すすそこの部分でも<ー>で。さて、長崎知事は、はい、その衆議院議員を通算で3期お勤めになりまして、はいまあ、その後知事に転身をしたということなわけなんですが、うん、あのそこにはどんなその思いがあったからなんでしょうか、はい、衆議院3期あったんですけれども、えー、うち2期はですね、 無所属だったのでその国政全般大きな国政課題に関わ,る関わってきたというよりはむしろその山梨県というこの地域課題にずっとこう特化してきた、まあ、そんな中で、えーまあ、先ほど山梨県もさまざまな可能性現時点での可能性もあるしこれから先のこう将来性もあるんだとにもかかわらずその人口がもう毎年ものすごい勢いで。 えー、減っていってて、はい特にそれは山間部に顕著でこの状況をなんとかしないといけないでしょうと本来こういう状況を、えー、政治が真面目に取り組めばあの変えられるはずだと変えられるはずだけども、えーま、じや変えていないこと自体が、えー、やっぱり政治に携わる者としてはやっぱ感化できないと。でですのでこのこ山梨県を あのしっかりとこの機会にあの立て直す立て直すというかあの本来の姿に持っていく上で、えー、自分の腕を振るってみたいと思ったのがあの知事を目指したきっかけになります。そそのの中で知事はその 今回の,その知事選立候補に際しましてはあの日本の未来を切り開くし、まあ、ここにありますように、はい、山梨づくり宣言政策集というのをまとめられてそして発表したということになるわけなんですがこの政策集にはどのような思いが込められているのでしょうか、はいえー、これもあの今、知事を目指すきっかけの中で申し上げたとおり山梨県が持っている本来の姿とは違う 人口流出だとか集落が消えるだとかこの厳しい状況がある中で山梨県の持つ本来の力を引っ張り出すためのさまざまなアイデアというかやるべきことをメニューを並べたものでしてこれはあの一つ一つですね実行していくことでおそらく山梨県は前に進むわけですし日本の中でも 最もこう電圧の高い地域になるというか、えー、さらに言えばその世界の中の山梨だと、えー、こういうふうに持っていくこともできるんじゃないかなと思ってます県政を運営する上での基本的な姿勢ですねそれはどのようなことなんでしょうか、はい、私が目指す県政というのは県民の皆様のパートナーとしての県政を目指したいと日常生活でですね あの様々なこう課題に直面すすると思うんで,すでそれをみんなで力を合わせて解決しようというのが本来のおそらくあの政治の始まりだったと思うんですが、はい、その本来の、えー、政治の在り方に戻していきたい戻すことで大勢の皆さんの知恵と協力をいただいて、えーまあ、大同団結をしてで山梨県をこうまとまればです、ね、外に対してものすごく大きな力を発揮できる。 のはもう歴史が証明するところですから、えー、まずそのパあの山梨県知事を目指してていいきたいと思ってますでその関係は併せて市町村に対してもこれはあの市の話だから県は関係ないよっていうんではなくてやっぱり市,の市町村の話でもこれは県の話だと市町村ともパートナーとなって、えー、協力関係をつくって。 物事を進めてていいきたいと思ってますでは具体的に今度伺っていくんですけれども県内見ていきますと中房弾道ですとかまたリニアの関連も含めてその大規模なプロジェクトっていうのはまさに今もそしてこれからも目白押しになっていくと思うんですけれどもその財源をどう確保するのかこれについてはどのように考えていらっしゃいますか あの今ああるる財源っていうのは限りがある、えー、ですのでまずやるべきは国としっかり対話をして必要な資金をまず持っていきたいしっかりとしたその事業を行いそれが基盤となって今度はその民間投資を誘発するような、えー、そういう形にしていきたいと思ってます。まあ、さららにはです、ね、あ,のーまあ、あらゆる方策を練ってですね 自主財源をしっかり発掘しあるいは新たに生み出していきたいと思っています山梨ではその若い方を中心に多くの皆さんが県外へ出て行かれているまたその一方でその県内には労働力不足ということに悩んでいる企業も多いというふうに思うんですがその中でその人口減少対策そして労働力をいかに確保していくのかこれについていかがでしょうか。 はい、山梨県の中でですねただあの直接消費者を対象としてない業種なんかが多いもんですから知られていない知られていないがあります他方その例えば若い人で県外に行かれる方々は自分の家の近くにちゃんとした働き場がない。 といいいいいう思いで仕方方ないからら東京に行かれるって方も相当程度いらっしゃいます本当にご近所3軒隣にこんないい企業があるんだっていうのを知らないがゆえに行ってしまっている状況を解消したいそれにはですねもう県内こういう素晴らしい企業がありますというのをこうかなり早い段階で若い,あの若い人たちに知っていただくことこうすることで,です、ね、ある程度のこうミスマッチは 解消できると思ってますあの産業振興については具体的にどのように今山梨県のメイン産業は、えー、機械電子工業ですけれども、えー、この機械電子工業を強化しながら、えー、なおかつ新しい柱作りをしていきたいと思ってます、えー、例えば機械電子に関してはその私年来医療介護立憲というあの政策を、えー、提唱しておりまして ぜひそのこれから安定的に成長が期待される医療分野に医療機械分野に山梨県の機械電子工業の皆さんが関心を持ってそこに参入できるようにしていきたいと思ってます。でもうすでにこれから静岡がその先進地なんですけれども静岡の知事ともお話をして静岡とも連携する中でそういう形を作っていこうとこれが一つの柱です。農業 に関しては、えーまあ、果樹が山梨県あの農業のかなりの部分を占めると思いますけれどもこれはあの外国に輸出をしていきたいしかも大量に輸出をしたいと大量に輸出することで、えー、国内の需要と供給の関係を変えて、えー、値段を上げていきたいと。とすれば同じ量を作るだけでも、えー、単価が上がれば、えー、農家の皆さんの所得が増える。 こういう形にも作っていきたいと思いますしまた地場産業に関してもさまざまな新しいアイデアを持ち込んで今までにない販売戦略ですすととか成果を上げてていいきたいと思ってます例えばジュエリーなんかで言えば今までは皆さん職人さんの世界だったわけですけどもそこにアート性を付与するというかですね作家に皆さんになっていただくことで より高い収益を上げていただきたい。あの県内にはですね魅力的な観光資源が豊富にあるかと思うんですけれども、観光振興についてはどのようにお考えですか。はい、えー。もう観光は、えー、地域全体をある意味売り出していくとか輸出するようなものですから、えー、一番重要な産業だと思います。でそういう中で、えーまあ、まずは富士山に関しては、えー、今これから。 登山鉄道をつくることがどうだろうかとこういうことをです、ね、研究していいいきたいと思います今夏しか登れませんけれどもこれが通年12ヶ月にわたって登れるようにしたいそうすることで,です、ね、環境保全にも経済観光業の発展にも役立つに違いないと思っておりますのでこういうまず基礎的な研究を また富士山だけではなくて南アルプスエコパークになっておりますがここも本腰を入れて開発もしていきたいと思いますしそのほか各地ですね小仙郷ですとか京南地方ですとかそれぞれの地域の魅力をですね引き出す方策を各地域ごとに考えていきたいと思います。 続いてはリニアなんですけれども、はい、リニアを生かしたまちづくりどのように取り組んでいきたいと考えていますでしょうか、はい、リニア中央新幹線が山梨に来るということはおそらくこれから先50年100年の中で多分最も大きな出来事の1つになろうかと思ってますただリニアが来れば人が自動的にやってくるというわけでは全然ない。 リニアがこう山梨県の発展のこう起爆剤になっていくためにはそこにしっかりこう人が来る理由を作らなければいけないこれが一点そしてその,その人が来た,来た人が県内全域にこうにじみ出していくというか波及していくような算段を講じなければならないこの2点の視点がすごく重要だと思ってます。そういういい意味でまず人に来ててただく理由としてはです、ね この山梨県のこの甲府盆地の地理的な特性ですよね羽田空港から乗ってきて40分ちょうどそのお台場と時間距離にしたら一緒になるものですから例えばそのビッグサイトのような国際展示場の可能性というのはないだろうかあるいはその東京と名古屋のちょうど中間点になりうるわけですから名古屋自動車産業のメッカ。 ですので自動運転ですとか AI ですとかそういうものの研究拠点、まあ、両方からふっとこれるわけですよね、まあ、こういうものを作れないだろうかあるいはさらに言えばです、ね、山梨は災害に強いという、えー、特色がありますので例えば首都直下型地震があった時にその政府機能の一部をです、ね、山梨が代替できるようなそんな機能を誘致することができないだろうか、えーまあ、そういう特性をこう生かしたですね その人の人来る理由づくりをしてていいきたいと思ってます県民生活を支える基盤づくりというところなんですがそれについていてかかがでしょうか山梨県は高速道路ネットワークの整備というのが大変重要になっていて特に厨房弾道だと思ってます南部区間はまあ大体見通しはつきつつありますが問題は北部長坂から八千方までここをです、ね、あの早期に事業化するべく取り組んでいきたいと。 思いますまあ、ここがつながれば山梨あの新潟と、えー、静岡がつながる、えー、静岡の先には太平洋とアメリカがあってで新潟の先には中国とヨーロッパがありますのでここの大消費地大ビッグマーケットを、えー、つなぐ重要路線が中央弾道で極めて有利な物流拠点になりうると、えー、思います、まああの。その他にもあの中央道 小仏トンネルが大変渋滞しますのでここは引き続きしっかりと働きかけをして早くトンネルをもう1本開けてもらうようにしないといけないと思いますあとはそのリニアの駅にどのようにこうアクセスしやすいかというところですよ、ね、あそうですねあのそういう意味で環状道路はあのこれはすでに事業化されてますけれども、えー、速やかにその形を見せないといけないと思いますし、まあ、リニアの波及という効果もあるんですけども 例えば三坂トンネルの、えー、新たな整備、えー、ここもですで、ねあのーまあ、に老朽化していますので、えー、早いうちにです、ねえー、手を加えていきたいと思います、うんはい、さあ続いてはこれから山梨を支えてくれる子どもたちの教育ということについてなんですが山梨にいる子はです、ねえー、どの子もその子の可能性を 伸ばせるような地にこの山梨をしていきたいと思ってます。それはお一人一人目を届かせてその子の可能性を引っ張り出していくこれができる地域をそういう教育ができる県が山梨なんだと皆様に思っていただけるようにしていきたいと思ってます。そのためには 一丁目一番地で打ち出しているのは1クラス25人のを基本とする少人数教育これは今県でもかなり力を入れた30人と35人でやってますけれども専門家に寄せると25人を割るあたりから急激にこう効果が出てくるということですので思い切って25人を導入しようじゃありませんかと。 え思いますでそれにはあのもちろんあの多くの財源が費用がかかりますので、えーまあ、その財源確保をしっかりしていかないといけない、まあ、それは先ほど申し上げたようにその県の独自財源をどう開拓していくのか、まあ、今企業局の資金なんかをもっとこう、えー、効率的に使えないだろうかとかさまざまなこう工夫を 重ねててそのお金は年出していきたいと思ってますそして2020年には東京オリンピック・パラリンピックが控えていまして、はい、そこではこう山梨も自転車ロードレースの開催が決定しましたけれども、はい、スポーツ振興についてはどのようにお考えですか、はいえー、まずオリンピックで言えばもうせっかく、はい、ああのロードレースが、えー、道志村と山中を村を通過してくれるわけですので、まあ、これをです、ね、捉えて、えー もう山梨県をです、ねえーまあ、もちこの地域はもちろんのこと、えー、他の例えば八ヶ岳ですとか京南地域なんかも含めて、えー、サイクリング王国にしてていいきたと思ってます、まあ、それは結局観光にもつながりあるいは今度はあの県民の皆様の健康にもつながるんじゃないかと思います各それぞれの年代のそれぞれのお好みのスポーツができるような環境整備をやっていきたいと思います。一人一スポーツ こうすることで質の高い人生というか生活を送っていただけるような地に持っていきたいなと思います続いてはその防災対策ですね県としてはどのように取り組んでいきたいとまずその富士山の噴火対策に関してはもうこれはもう避難をいかに迅速にするということしかないと思いますのでまずは避難路をしっかり整備することそれを使ってうまく避難ができるようにすること さらにはその避難時間を稼ぐための算段を講じること。まこのソフトハード両面で取り組んでいく必要があろうかと思ってます。ま公共事業でやるべきところはしっかりやってスムーズな避難をあのができるための基盤整備。これはもう間違いなく必要なので、ここはあのしっかり重点を置きたいと思ってます。さらにはあの地元の市町村さんと協力をして速やかな避難え。 このためのそれから河川に関してはえまあゲリラ豪雨とか集中豪雨とかいろいろさまざまなこう気候最近の気候変動の中でこれまで安全だと言われてたものはこうそうではない事態がまあ他の地域で日本各地でこう起こっているわけですので基盤整備に関するえ資源配分をもう一回見直して。 河川の防災に対してこう重点を置くようなこういう取り組みをあのしていきたいと思いますまあそういう中でまあ誰もが今度は生き生きとやはり活躍できるということは大事だというふうに思うんですけれどもそのためにもその医療、福祉がどう充実しているかというところも問われるかと思うんですがその辺りはいかがでしょうか、はいはい、まず医療はです、ね、そのどの地山梨県のどの地域にいてもその、えーとまあ、命の重みは一緒だよと。 こういういいいい状態を作っていきたいと思います今その例えばその医師とか看護師の地域における偏在があるわけですのでまずその偏在是正というんですけどどの地域もある程度その均等にお医者様と看護師さんがいていつ行っても大丈夫だよという状態は作っていきたいと思います。提供できる 医療の在り方もその持続可能なものでなければいけないのでそこはですね各,各地域で例えば病院間の連携をこう構築することで夜間救急が可能になるようなところもあろうかと思いますしえまあそういう,こう県内の病院間の連携をま県が旗振る中でえ実現をして要はその地域の住民の皆様のが安心だよと。 思思っってていいいいたただけるような形を作っていきたいと思いますでまた介護に関しては、えー、いろいろその在宅介護を進めるんだとか、まあ、大きな国の流れはあるのかもしれませんが、えーまあ、そうは言ってもですねそのやはり施設介護の充実というのは私は必要だと思っていて施設に基づくサービスの供給量は増やすことができないだろうか。 これを追求してていいきたいと思ってます介護現場、医療現場の,その人材不足あるいはその原因となっているその労働環境これをです、ね、あの少しでも改善できるようにいいいいろんなな知恵を絞っていきたいなと思います子育て世代にとっては子育て環境の整備というのもかなり高い関心があるんじゃないかなと思うんですが、はいはい、この点についてはいかがでしょうか。 子育て環境に関しては子どもの各ステージごとにそれぞれの充実を図っていきたいと思ってますまず最初の段階では産前産後ケアセンターさらにはその病児・病後児保育これは山梨県大変進んでおりますのでこの良さは維持して今後より多くの人が利用できるようにしていきたいと思います。で次にに小学校に上がってから ここはですね親御さんが安心して子どもを預けて働けるような環境を作っていきたいと思います。さらに言えばですね究極の子育て支援というのは私はその公立小中学校この教育水準を上げていくことだと思ってましてそのためにも少,少人数教育これがですねあの役に立つと思います。 必要なそのかゆいところに手が届くような子育て支援策負担のない子育て支援策これをしっかりと実行していきたいと思います私は山梨県がしっかりと前に進んでいくこういう実感を多くの県民の皆様に持っていただきたいと、そのための県政を実行していきたいと思っております えー、本当にあの多くの、えー、頑張っている県民の皆様が、えー、昨日より今日が良くなった、えー、今日より明日が良くなるというこういう確信を持っていただけるような、えー、山梨を作っていくために皆様と力を合わせて、えー、この4年間、えー、全力投球をしていきたいと思っております今日は長崎孝太郎知事にお話を伺いいままししたたどうううもあありりががととごござざいました。